はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、レックスゴドミンです。さあ本日なんですが、皆さんは自爆神チャクチャルラというモンスターをご存知でしょうか。まあ自爆神モンスターいくつかいるんですけれども、今回はこの自爆神チャクチャルラっていうね、このクジラを活躍させたくて、デッキを組んでまいりました。まあどういう効果してるかっていうと、こいつまあ自爆神なんで直接攻撃できまして、攻撃対象に選択できないよっていう、まあそういう効果なんですね。で、フェード魔法が表側表示させない場合は破壊されるっていう自爆神共通効果があって、で、こういう効果は何かっていうと、一旦に一度守備力の半分のダメージを相手ライフに与えるっていう効果。で、この効果を発動するターン、このカードは攻撃できないよっていう効果ですね。はい。まあでも戦略バーンと引き換えに攻撃権を放棄するみたいな。まあダイレクトした方が基本的には強いと。で、このカードが、フィールド上に表側守備表示させる限り相手はバトルフェーズを行えないっていう効果もあるんで、まあバーンと、なんかその、まあバトルフェーズスキップっていう、なんか結構特殊な、なんか割と強めの効果を持っている自爆神なんですよね。で、今回はこのクジラ、何に使っていくかっていうと、まあ、当たり前にこのバーン使って先行暗記で押していくんですが、ギミック説明してるとアホほど長くなるんで、なんか多分なんか5時間ぐらいかかるんで、あのギミック説明してると。なので、展開はご覧いただいて、今回はですね、この自爆神チャクチャルでどうやってワンキルしてるのかっていうのね、あの対戦動画に全部詰めてきたんで、まあそちら見ていただければなというふうに思ってます。っていうかね、1枚からいきます。1枚から手札1枚で確定します。あの1枚初動で相手のライフを8000削るっていう、あの完全1枚初動先行ワンキルをね決めてきたんで、ちなみになんですけども、1枚何かっていうと、ちょっと言いにくいんですがティアスケールなんですよね。だからあんまカーボンいやいやいっていう、そのティアスケール10枚ぐらい積みたいんですけども、ティアスケールと増援で一応3枚しか積めないこのカードを引いて、先行ワンキルを1枚でしていくっていうギミックを、今回は皆さんにお見合わせしていきたいというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイっていうかクソゲースタンバイ。サイレントブーツ持ってくる。いや、いけそうだぞ、これ。よし、クソラガストリティを見せつけてやるよ。で、これでサイレントブーツからの、2体でイゾルで。ほら。ちなみに、このデッキね、あの、ハリーファイバー使いませんのでね。禁止だと言われている、あの、ハリーファイバーとかいうカードを、禁止に、なりましたけども、ハリーファイバーの分ね。最強の禁止カードは使いませんので、なんかあるの？なんかあるぞ、相手。なんか光ってるな。なんか光ってるわ。なんだこれ。ちょっとやめてくれマジで。もうちょっとあのダスティーノを引くの結構大変なんだよ。言うてさ、手札1枚からとか言ってるくせにさ、手札1枚から言ってるくせに、なんかあのその1枚初動のカード3枚しかデッキに入ってないんで、入ってないっていうか入れることはできないんで、とりあえず週末の騎士で、まあ、もちろんサモンソーサレス、サモンプリーストを墓地を振っていく。でサイレントブーツからの、シェイドブリガンダイン。OK? で、ティアスケール効果除外されたら、自信を特殊召喚できる。OK! これでモンスター数を稼いでいくスタイルですね。はい。で、ここで謎のレベルが違えモンスターで、パズルミノとかいう意味不明なモンスター出して、で、こういったちなみに魔法使い族なんで、魔法使い族を含んでいるモンスターでセレーネを出していく。OK! OK!これでね、あのレベル4のモンスターをいっぱい並べるギミックを、まあ、活用していきます。で、セレーネ効果。セレーネの効果を発動して、ハンド1枚分、分投げるモンスターを出していきましょう。はい。これで、サーモンプリスト、特殊召喚。で、サーモンプリストの方が、そう。さっきサーチした、オルタケメツを墓地に送って、デッキから史上最強モンスターである。なんと、この、ダークドリアとかいう、史上最強モンスター、これね、あのデッキトップ1年ですよ。あの地、水、炎、風属性のモンスターをなんかデッキトップに置くっていう効果がありまして、これをですね、あの発動すると、このカードをなんかそのスカーレット引くっていうね、動きができまして、あ、ちょっと一回これでとりあえず順番入れ替えて何でもいいから全部引くけど、全部引くから。で、シェーブリセット。で、コガ。で、シェーブリ特殊。OK。で、4体リンク。で、これでさっきね、あのデッキトップに置いたね、カード全部ドローするっていう左右ゲーム。で、スカルデッド爆弾効果増。
ガルデットの効果によって先ほどデッキトップ仕込ましてもいただきましたからね、私はね。でこれでいらねえこのカードたちを全部戻しますけど、ちなみにこのギミックね、手札誘発あのケアみたいなことしてるとね、ハンドが足りなくなるんでね、あの手札誘発ケアカードも一切入れることができません。マジで運ゲーです。でイグライトマスケット発動、そしてこれで3から8のモンスターが同時で召喚可能。入れろ魂のペンデラム、天空にかけ光るのークペンデラム召喚。あれあれろ、俺様のモンスターたちよ、うわうわよし。そして剣道スプリットの効果を発動するで、さらにスカレットの効果も発動し打点がアップしていく。剣道スプリットはスプリットペンデラム召喚に成功してと手札に戻ってくるっていうことで、でダークドリアードがまた、デッキトップのカードを操作する。これちなみになんですけども、これ何でもいいっす、レスキューフェレット以外のところはレスキューフェレットを引きたいんで、これマジ何でもいいっす。さあそしてデッキトップいじりまして、でフェレット君をトップに置いてこうするっていうだ。エンデミオンの効果でペンデラムスケール叩き割って、で1枚ドローしながら1枚できるものっていう効果で、これで実質レスキューフェレットサーチ。そしてパンダ効果発動、パンダの効果で今度フィールド魔法をちょっとサーチしていきましょう。魔法カードを1枚ゲームが除外して、レベル1のチューナーであるウォータースプリットとかいうダリアンでモンスター出していく。そしてウォータースキスピリットを使って暴天候を出して、このねやっぱり、ね、暴天候っていうモンスターがソリッティアには欠かせませんね。暴天候で暴天候の効果発動、暴天候の効果で流星モンスター1体を手札に加えながら、これ後ですかあのコストしますからね。で暴天候の効果を使って自分のレベルを4に下げていく。はい、でパンダ効果、これよく見てくれてんね、このソリティアね、相手めっちゃいいやつやん、ありがてえわ。ソリティア見てくれてありがてえからワンキルしよう。ソリティア見てくれてマジありがてえわ、ワンキルしよう。とりあえずここでテルマホをサーチしましょう。でガーデンローズメイデンを出していく。けでガーデンローズメイデンの効果と暴天候の効果を発動して、これで、流星モンスター特殊召喚しながらガーデンローズメイデンの効果で、フィールド魔法をサーチしていくというスタイルね。はい、まあこのフィールド魔法がないとね、自爆心モンスターは死んでしまいますからね。さあこれで暴天候の効果で瞬芸を出して、さあレベル4のモンスターが4体来るぞ。ユーマうわーとゆけエクシーズ召喚現れろ。改ざん機ダランベルチシャン効果だぞ。ダランベルシャンの効果によって、デッキからマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによってダークオカルティズムとかいうマジで意味不明なカードを手札に加えていくぜ。そして、ダークオカルティズムの効果を発動。ダークオカルティズムの効果によりさっき加えたこの瞬芸というマジでいらねえモンスターを墓地を取って、この史上最強の自爆超進化を手札に加えていくぜ。そして、スカルデットの効果を発動。スカルデットの効果によって手札からモンスター一体を特殊召喚できる。これによってレスキューフェレットを特殊召喚していく。そしてレスキューフェレットの効果発動。レスキューフェレットの効果によって自身をリリースすることにより、デッキから、何らかの、モンスターをレベル6になるように特殊召喚できる。これでシンクロフィジニスト、そしてゾンビキャリア、そして、ドッペルウォーリアを特殊召喚していく。まあ、これで打点が上がるのはどうでもいい。そしてもこのうんと今出してきたモンスターを使ってシンクロ召喚をしていくぜ。うおこっちが先ですね。これとこれとこれでシンクロ召喚あらあらろコーラルドラゴンふん。そして、シンクロ素材になった、シンクロフュージョニスト と、ドッペルウォーリアーの効果を発動するぜ。これでドッペルの効果によってトークンが生成され、さらにシンクロフュージョニストの効果によってフュージョン系のマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。マジックカードだっけ、マジックカードかな。で、シンクロフュージョニストの効果によりブリリアントフュージョンを手札に加えていくぜ。そしてあこれ打点が上がるのとてもいい。結構うるさいですねこれね、これそれってやしてるとスカルテットの効果マジでうるさいんだよな。でレベル6のコーラドラゴンとレベル1のドッペルトークンでシンクロ召喚あらあらろダークタイプボンバー DTP DTP あとコーラルでワンドロー DTP DTP そしてあーっと
ウォルフを引いてしまった。これは非常にめんどくさいが、ウォルフを引いてしまった場合の、一応ケアができている。ゾンビキャリアを墓地から特殊召喚することによってウォルフをボッ、できる戻していく。そして、ここでリンク召喚もしていきましょう。ブリリアントフュージョンを打つ場所を確保したいので、ですね、一旦ここでモンスター交換無効オーバーハンを出しましょう。これと、これとこれとこれ、さあモンスター4体でリンク召喚現れよ、アポロウさん。パンツ見えました、完全に見ましたよ皆さん、完全にパンツ見えましたよ。で、自爆超進化の効果を発動するぜ。自爆超進化はフィールドと墓地にそれぞれシンクロモンスターが存在する場合、自身を特殊召喚でき、さらに1ターンに1度自分のメインフェーズ、デッキ墓地から自爆神モンスター1体を手札に加えることができる。これによって自爆神チャクチャルアを手札に加えていく。さらにブリリアントフュージョンを発動。ブリリアントフュージョンの効果により光属性とジェムナイト墓地のクリ現れろ、ジェムナイトセラフィー。ちなみにセラフィーが存在している場合、召喚権が1回増えるぞ。最強だ。そして、ビーストの効果によって、これはいい、ビーストの効果によって自身を特殊召喚。トン。さらに、ブラックガーデンを発動。積年の恨み積もりし大地に眠る魂たちよ、今こそ汚された大地を降りて我に力を貸さん、降臨せよ自爆神チャクチャルア。うおー。そして自爆超進化の効果、自爆神モンスターが召喚された場合、相手のライフは3000になる。お前のライフは3000だ今から。そして、まあ一応トークンは出るぜ。さらに、墓地に存在するガーデンローズメイデンの効果を発動。ガーデンローズメイデンの効果により、一応なんかその謎のモンスターを蘇生していくぜ。そして、レベル4の、ビーストに、一応トークンを出して、そしてレベル4のビーストにレベル6の、コーラルドラゴンをチューニング、新規の召喚。今更意味ねえけどな、あんまり。フルラルドバロネスを新規の召喚していく。うわっつえもうあんまり意味ないですけどね。はい。そしてチャクチャルアの恐るべき効果、このカードの守備力の半分のダメージをお前のライフに与える。さらに佐々木の効果発動。よっしゃおらソリティア見てくれてありがとうよ、お礼にワンキルしちゃったぜ。対戦ありがとうございました。感謝の先行ワンキルっていうね、なんか謎の言語を生み出されていますよ。相当の代行者ビーナス、おっとやべ、これ相手はこれソリティアできじゃねえか、これやべえ、ワクワクしてきたな。なんかね、一応相手先行でソリティアしてきて、なんかすごい展開を見せてくれることがあるんで、なるべくですね、サレンダーはしないようにしてるんですけどね。はい、どんだけゴミハンでも一応相手の展開見て、あ、これ見たことあるわ、これはまあこうなるなみたいな予想ができたらね、あんまりサレンダーしないんだけども、これ禁止カードじゃん。OCG だと、なんかもうさ、最近さ、なんか OCG の制限とマスターディルの制限がごっちゃごちゃってさ、なんか何が禁止で何が禁止なのか分からなかったんだよね。これ結構あるあるだと思うんだよね。一応まあ俺 OCG の方はそのなんか積極的になんかめっちゃ大会参加してるとこじゃなくて、まあ好きなカード来たら集めるぐらいの感じなんで、まあ言うてね、そんなにそのなんかランクマとかそのマスターディルぐらいの感じでやってるわけじゃないんだけど、まあ言うてさ、なんか情報は見るじゃん、言うて、まあ、パックとかは全然自分が好きなモンスターとかだったら買うし、今回のフォトンとかもそうだね。フォトンパックはね、なんか一応ね、なんか友達が予約してくれたらしいからね、まあ、そこでちょっとゲットしようかなと思ってるんだけども、これさ、どう考えてもさ、やばい動きしてくるでしょこれ。これとりあえずあれだよね、マスターフリアヒペイオンは出てくると思うんだけどさ、これで切って、なんか代行者全然作ってる人いないからな。一時期ね、一応パックでね追加されて代行者どうなんてなったけど、まあ、誰も使ってる人いないっていう。あ、でもこれ今後ね、なんか破壊の代行者ピーナスっていう、なんかその弾をなんか除外ゾーンから、除外ゾーンじゃない、墓地から戻すっていうカード来るとガチでやべえこと起きるらしいよ。うん、なんかね、
まあ、白い玉を製造するじゃないですか、このビーナス君って。ビーナス君の玉製造した後に、ハキャラ代行者ビーナスで、なんか玉戻して、またなんかビーナスで玉出すっていう、なんかやばいこと起きるらしい。だから要は、玉全部で、9回出てくるっていう、ロードパーシアっていう、素晴らしいカードだ。ああ、なるほど。で、天空からのロードパーシアスの効果によって、一応天使族サーチかな、はい、表から天使サーチ、はい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 、いいでしょう。で、ここからどうやって展開するんだこの人、急進行してくんの俺、はい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 、ここで急進行の、あ違う、ハリバイバー、あ禁止カード来た、禁止カード来た禁止カードじゃねえか、おいお前、まあまだ別にリミットは施行されてないから許すけれども、お前それに頼ってるデッキ、あのこれ記念に使ってんだから、もしかしたらこれあれかな、ハリファイバーのお葬式してる人、いや結構なんかあれですよね、もう今もう30日までしかなんか使いませんから、ハリファイバー君、あの使い倒すなら今ですよマジで、はあ、お葬式した方がいいですよ皆さんも。あースノーマット来た、え合神殿です、誰に誰やべえ、あやばい、これなんかエレソルティアしたいと思ったら、これテティスターボじゃん、これテティスターボは来た、これやばい、いるほどやばいやばい、テティスターボとかいうなんか地獄みたいな展開してる、あー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 、やばいぞやばいぞやばいぞこれ、あーやばいぞこれ、これかなりやばいぞ、おい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 、ハンドの枚数やばすぎだろ、ムカムカでも出すんか、大ゲロ死んで、なに、やばい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 、すんか大家の神殿とかいう神カード発動させる、これ伏せてあったトラップカード発動する気やな、何ですかこれは一体全体、これ何が起きるんですか、僕はなんか手札の枚数かける成獣してるけど、何これは史上最強の守護神モンスターバッバが出た、爆心装甲ライドセイバーだ、ライドセイバー結構あれじゃん、手札の枚数捨てるとなんかめっちゃ立て上がるでしょ、出ました、これあの僕ね、あれですよ、なんかすライノセ、爆心装甲ライノセーバーバンキルっていうデッキ作ったことあるんですよね、やばいこと来た13200来た、支援の患者、あえトラップじゃないこれ、あれじゃん、えじゃあもしかしてこれあれか、セルケト効果使って有効モンスター出してくれるやつか、あれなんか俺このムーブ見たことあるぞ、なんか初動全然違ったけど、あやばい、いった